皆さんこんにちは、レックス認定講師の根本です。本日は新全日産講座出身の合格者の方お呼びいたしました。自己紹介お願いします。はい、令和2年度合格いたしました奥田と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではいろいろお聞きしたいことがありますが、まずはじめにこの司法書士目指したきっかけって何だったんでしょうか。はい、父が司法書士で、小さい頃から身近に感じてたというのが一番大きかったです。で、私大学卒業して普通に一般企業に勤めていて、でどこかでいつか目指したいなという気持ちはありながらも、こうタイミングを探していた時にちょうど夫があの海外勤務になったので、それをきっかけに退職して、で帰国後から勉強を始めようと思って決めて始めました。おお、やっぱそのあれ、ずっと小さい時から見てはいたんだけど、その学習するのは結構遅くなった感じですよね。そうですね。あ、やっぱきっかけってものなんですかね。なかなかそうですね、覚悟が決まらずにちょっとずるずる言ってしまったところもありまして。その覚悟っていうのはどんな感じ、やっぱり勉強の大変さとか。そうですね、やっぱり勉強するなら、当時子供もいたのでちょっと、仕事と両立しては難しいので、仕事も辞めなきゃいけないとかいうのもありまして、でちょっと迷っていたという感じですね。で、その司法書士、短い感じだったと思うんですけど、一番こうなろうと思った一番のなんか魅力というのは何だったんでしょうか。はい、父が来年80なんですけれども、はい、今もちょっと現役で頑張っている姿を見て、定年なく働けるのもいいなと思ったのと、あと私、子供が4人いるので、柔軟な働き方ができるのが魅力的だなと思いました。やっぱりなかなか勤めだとそこは難しいってことなんですかね。そうですね、勤めていた時も2回、育休産休取らせていただいたんですけど、制度は充実はしていたんですけど、やっぱり拘束時間を考えると自営業の方がより働きやすいなと思います。なるほど、なるほど。じゃあそういう司法書士試験をじゃあ目指そうと思った時に、やっぱその予備校を使うという選択をした時に、どんな感じで予備校って探しましたか。ですね、実は妹もいとこもレックさんでお世話になって司法書士試験合格してて、でいとこは根本先生の全日制を何年か前に受講していたんですよ。嘘嘘あれ言ってなかったですけど、知らなかった。それは聞いてまた。そうですね、それもあって、で根本先生の模擬動画みたいのを見て、あ、なんか面白そうというか合いそうと思って、で通学もできそうだなと思って、そこを受講決めました。そうでした、すみません、思い出しました。はいはい、そうでした、ごめんなさい。なるほどね、そういったところで、じゃあつってて、こうやって、じゃあ、ご親戚の方のものを見て、あ、じゃあ、こちらにしようかということだったんですね。そうですね。で、その時に、はい、じゃあ、この前日の方だと、もう仕事をしてないことが前提だと思うんですけど、やっぱそこでも仕事を辞めるっていうのが前提だったんでしょうか、やっぱり。そう、あ、でも、退職一回しちゃったので、あ、そうなんですね。帰国しても、全然働いてない状態ではありました。なるほど、わかりました。はい、じゃあその私の全日制音楽講座のところをその受けた時に、こういろんな活用法とか良かった点とか何かあれば、教えていただければ。はい、そうですね、まず一つ目は本当に講義が分かりやすくて面白くて、もう記憶に残りやすいっていうところだと思うんですけど、その法律用語とかも簡単な言葉で説明していただけるのと、あと理由付けをしっかりしてくれるので、理解して、覚えやすいというのがありますね。で、一回法的思考力をつくと他で応用できるものもあったりしてよかったです。あとここ 2,3 行とかの長い文章も、つまりこういうことだよっていうのを先生もおっしゃってくれるので、それを 2,3 回繰り返してくれるのをひたすら書いて、あと短い文章とかでも違う言葉に言い換えて言ってくださることがあるので、それを書いておくと、後で復習した時にそれを見るとその講義が思い出されて、飲み込みが早くなるっていうのと、読んでても、あ、こういうことなんだなっていうのを頭に一回入れた後で、難しい文章でもちょっと分かりやすいっていうのが多かったですかね。そうですよね。自分はやっぱ心がけるのはテキストの文章でどうしても硬くなっちゃうんですけど、その硬い言葉を柔らかくするっての当たり前なんですけど、その柔らかい言葉だけだと本試験の問題硬いじゃないですか。ああ、そうですね。だからこれちゃんと両方がリンクできないと意味ないんですよね。だからその優しい硬い言葉でむしろ優しく、で逆に優しく書いたものはむしろ硬くとか、いうことを意識したんですよ。あとこうやりながらこう、あ、ここでこの知識ついておけばここのところの問題は応用できるから、ちょっと説明するのやめようとか、むしろそうやめて、その法的先ほど言った法的思考力というか、思考で解いてもらおうかなって問題はやっぱり仕掛けをやっぱりいくつか作ってましたね。スケジュール点とかどうでしたか。スケジュール、
先生学習スケジュールをきちんと作ってくださったので、もう1週間の何をすべきかというのがあって、うん、で特に初めの方は、まあ、復習すればもちろんよかっただけだと思うんですけど、うん、あんまりここ復習に時間かけなくていいよとかおっしゃってくれたりもして、うん、であとはいろんな他の科目が入ってくるときに、うん、どうしようかなって思うと、うん、もう悩む前に民法はじゃあ30分やりましょうとか、うん、あと例えばマイナー科目やってるときにじゃあ次のテスト、午前午後の授業があって午後の初めですかね、うん、そうですね、に小テストを設けていただいて、うん、でここの範囲小テストするからみたいなのがあったので、うん、両方バランスよく勉強できたというのがありますかね、うん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 、講義中にだいたいその2科目目ぐらいから午前午後の午後のところでテストを毎回やってます、うん、でその範囲指定をした上でテストをしている。でそのテストの時もだいたいその、うん、じゃあ次はこれがテストだよと、でここの分については結構読み込みしっかりやらないとダメだよとっていうところもあれば、もうこう読み込まなくていいからとにかく問題解くように専念してねとっていう形で指示もしたような気がします、うん、はい、うん、あとはメリハリもすごく良くて、うん、例えばここ常識って言ったところは必ず覚えるって言っても常識って書いて、うん、あとは、年明けで1回回して、うん、あとの年明けでいいですよとか、うん、もうハイレベルなんで、うん、通れに行った時に見直してみたいなのがあったので、うんうん、それは復習しやすかったですね、メリハリをつけて。ありがとうございます。昔全部ね一気にやったことあるんですよ、基礎と応用とハイレベルまで全部一気にやって民法がすごい回数でやったんですよね。そしたらね破綻するんですね。何が基礎で何が応用か分かんなくなるんですよ。だからそれはやめようってことで、あえて年内はここまで、年明けでここやってもらって東連でここやるっていう形で計画立ったんですよね。やっぱそしたらやっぱ合格率上がるんだなってつくづく思いますね。あ、そうですね、ブラッシュアップ時間ってありましたもんね。そうあれ昔前にやったんですもん。ああ、そうですね、うん、きついかったかもしれない。そう、あれは初めにやるのきついなと思うんですよね。あと記述とかどうでしたか。そう、記述はすごいおすすめだなと思うんですけど、まあ、他の先生方全員も聞いたわけじゃないですけど、すごく早いですね、なんか無駄がないというか、うん、で、流れを初め教えてくださるので、例えば全部問題読まないでここまで読んだらじゃあ登記簿見て、うん、でこっち戻ってまた書き込もうとか、うん、そういう、うん、自分でその流れに乗っていくと、うん、スムーズに解けるというのと、うん、商業登記もとにかく初めから書いていきましょうみたいなスタンスだったので、うん、そうですね。で役員図ももちろん初めはこう、うん、作りますよね、詳しくやっていただくんですけど、だんだん分かってくると、うん、まあ、授業年度変更なければもう書かなくてもいいよみたいなのがあったので、すごい短縮してできたので、うん、ちょっと時間がかかっちゃうという人は、うん、先生の、ね、講座はいいんじゃないかなと思います。前日についてる記述レベルアップ講座というやつでは全、不動産10回、商業10回で自分がどう解いているのかっていうのを見せながら一緒にやっていくというスタンスを取ってます。初め5回目ぐらいまで私が主導でやってって、6回目ぐらいからなんかだんだん手放しみたいな感じで、じゃあやってみろとっていう形でやらせていくと、でだんだんもうなんかやり方を覚えるっていう感じじゃなくて、同じことずっと10回もやればさすがに身につくだろうという感じでやっていた方やり方ですね。まあ、草案構成用紙自体をそんなにがっちり使うのではなく、もう出てくるものを順番通り処理すればいいでしょうというような、まあ、結構シンプルなやり方ですね、自分的には、うん、じゃあちょっと話を少し変えさせていただきます、はい、お子さんが4人。ああ、そうですね、はい、ちょっと家庭とどう両立していたのかって多分聞きたい方が多いと思うんで、あ、はい、いくつか教えていただきたいんですけど、私、この、4月に高2中に小3年中の息子4人いるんですけれども、でも初め勉強始めると思った時に、まあ、子育ては絶対最優先しようと思って、うん、そこにあんましわ寄せが来ると良くないので、うん、でも、まあ、年間スケジュールも大体分かるので、うん、そこはちょっと割り切って空いてる時間で、どう勉強しようかなっていうのを考えたんですね。で一番そうですね、家事がやっぱりやっていてストレスがたまるというか、この1時間あったらこの勉強できるのにみたいなのがあったので、家事の合間はその根本先生の講義を 1.5 倍速でずっと聞いてたんですね。そうすると普段あんま復習でわざともう一回授業を聞いたりはしないんですけれども、もう一回耳から入ることによってで、まあ、集中もして聞くので、それまあ良かったんですけど、でそうですね、なんかあ、そうだなと思いながら聞いたりとか、すごい中の片隅にあった記憶をこう呼び起こしたり、あとは本当に忘れてたなっていうのがあって、
で特に他の科目やってる時にじゃちょっと、ね、会社を入れる時にじゃ不動産登記法を聞いてみようとかってやってると昔のはあそういえばそうだったなみたいなのがあったり、うんうん、あと1年目はなんか、特典動画でなんかあの論点残しがち、ありますね、残しがち論点みたいなのありますね、うん、そういうのも何回か聞いて聞きながら覚えてるみたいな感じでした。なるほど。ただ先生すごい迫力があるので、うん、まあ、1人の時はすごい大音量で聞いてるんですけど、うん、家族もなんかえ何やってんのみたいな、なりますよ、ね、あのイヤホンじゃないんですよね、そういうところは。あ、そうなんです。ちょっともうあんまり耳痛くなるので、うん、もうスマホ置いて、うん、こうやってると、うん、で主人もなんかテレワークとかになるとちょっともうちょっとボリュームを下げてくださいって言う時あるんですけど、まあそうなるでしょうね。そうでも最後はみんな慣れてもらって、うん、ちょっと食前機はごめんねって感じで、うん、ちょっと気にせずね聞いたりしてまいりました。もう BGM みたいなんでしょうね、多分ね。あいつものやつだと皆さんで。そうですです。あ、はい、ちょっとそこでお聞かせはな、例えば前日の方がと月水金で講義があるじゃないですか、うん、そうすると火木土で復習しなきゃいけないじゃないですか、はいはい、時に火木土で多分ご家庭の用事とか入った場合ってどうされてました、うん、あ、そうですね、それあれ月水金、うん、ずっと流れ一緒ですよね、民放と民放ね、うん、うん、まあたまに水曜はない時ありましたけど、あ、そうですよね、うん、でもどっかでその子供がね日中とかに勉強したりは していて、うん、あとは夜ですかね、うん、やっていて、でも間に合わないと復習が間に合わないっていうのはありましたけど、うん、まあ、講義はなんとか聞いて休んだとしても聞いていけて、例えばそのなんかアクシデントがあったとします、うん、で復習がしきれなかったとします、うん、でやっぱそれやっぱ水曜講義来ましたか、そう復習できなくてもきちゃってました。やっぱ講義の日程を最優先にしてって感じです。そうですね、やっぱそこで一回流れちゃうと、うん、多分戻ってこれないかなっていうのもあったので、うん、とりあえず講義だけは行けるときは行こうというふうに、うん、なるほど、なるほど、それがやっぱ重要ですよね、うん、なんか講義を今度ずらしちゃうと全部が全部ずれちゃうし、うんうん、なるほどね。あの他に何か気をつけた点ありますか。そうですね、あと、まあ、根本先生といえばやっぱ小話とか寸劇が、ね、うん、面白かったんですけど、うん、もう全力であの寸劇してくださるので、うん、もう本当にすごく頭に残って、うん、でその後私パーローとか、うん、今年ダメかなと思ったらターゲットも取ったりしていて、うん、まあ、3、4回弾いてると大体なんか、うん、あこの辺で あの寸劇が来るみたいな、うん、分かるぐらいちょっと強烈に印象に残っていて、うん、でそれがでもあのそうですね、あの暗記というか、うん、覚えるのに役立ちました、うん、それ前のね何人も結構聞くんですよ、なんか BGM 代わりでずっと聞いてて、あここであれが来る、ここであれが来るとかでそれを覚えてるからその前後の論点をちゃんと覚えてらしいんですね。あ、そうですね、そう流れがそうです、ね、流れが分かるから、だからある意味それって、まあ、聞き目はあるのかなって感じはしますよね。そう、ぜひ、はい、よかったです、ね、そう聞いたんですけど、テレビを禁止されたと。あ、そうですね、私ドラマが好きで結構見てたんですけど、ドラマ好きってのは結構ハマりますよね、受験の時って。はそれはそう、それはでもハマっちゃうし、うん、これだけと思って見始めると多分テレビってちょっとなかなかやめれないのもあるので、うんうん、1月からはちょっとやめようと思って、なんで今年ちょっときあの伸びちゃったので9ヶ月分ぐらいたまったのを後で見たんですけど、うんうん、そうですね、あと基本あ、まあ家族の結構お笑いが好きで見た、うんうん、ちょっとつい見ちゃうのあったんですけど、うん、自分からは見ないようにしていたという感じが ね、うん、あとスマホとかも近くにあるとつい触っちゃうので、うん、ちょっと遠くに置くっていうのは心がけていましたね。あの勉強とご家族との関係、あのこっちがどうしても迷惑かけることが多いじゃないですか、うんうん、で時にその何かこう何か逆に迷惑かけた分何かしてあげようとか何かありましたか、うん、あでもそうですね、うん、まだ小さかったりすると、まあ、一緒に寝ようよみたいなのもあったりもするので、うん、まあ、そういう時は、まあ、直前期じゃなければちょっとそっちに付き合おうかなっていうのと、うん、まあ、子供と向き合う時はちょっと忘れて、うん、まあ、でもそれがまあ逆に気分転換で良かったかなと思うんですけれども、うん、そういうのはそうですね、心がけていましたかね、うん、逆にこう家族から助けられたことっていうのは何か。あ、そうですね、ちょうど次男が中学受験で、うん、こう一緒にリビングで勉強したの、ね、あ、そうですね、それで、うん、でその彼が、まあ、あのママの受験ってどのぐらいの合格率なのって聞かれたことがあって、うん、で 4% かなって言ったら、うん、そんなの絶対無理に決まってるじゃんって言われて、うん、でその時1年目のも直前期で、うん、も私もダメだなと思ったんですけど、うん、いやそんなことない、ママは絶対頑張って合格するからみたいな、うん、まあ、彼にも頑張ってほしくて言ったんですけど、うん、まあ、自分もそれで本当に頑張んなきゃっていうふうに思ったりもしましたし、うん、あとそのいつもママと一緒じゃないと寝れないみたいな子もちょ
ちょっとだんだん雰囲気を察したのか今日ちょっとあの、うん、勉強していいよ、うん、あのお兄ちゃんと寝るからみたいに言ってくれたりとか、うん、あと当時小1だった子もなんか家族で七夕にこう短冊をかけようって時に、うん、なんか自分のことじゃなくてママの、試験が合格しますよね書いてくれたりしたのね。またなんか、うん、あんな小さい子がなんかこう、うん、応援してくれてると思うとちょっと頑張んなきゃって思ったのと、うん、あのやっぱもうちょっと子供に寄り添える時間が欲しいなと思ったので、うん、あもう絶対合格しようっていうふうには思ってます。精神的支えにはなりました。あ、ね、あのもしよければそのご家庭でこう一緒こう育児をしながらとか、うんうん、頑張って勉強されている受講生に対して何か一言あれたらお願いできますか。あそうですね、ただ、育児に限らず多分時間ってそんなに24時間、自分のために使える人ってなかなかいないと思うんですけれども、その使える中で、メリハリをつけてやればきっと合格すると思うので、頑張ってほしいなと思います。ありがとうございました。じゃあまずはとりあえず、こちら、一旦切りたいと思います。またもう一個の動画の方では2年目の勉強の方についてお聞きしたいと思います。まずは本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。